はい、どうもです。親父でやんす。今日はね、お休みだったんで、ちょっといろいろあちこち行ってまいりましたので、まあ、買い物報告しながら、そこら辺をね、ちょっと話していきたいなと思っております。コーラが入っております。まい。今日は休みだったんですね。で、まあ、天気も良くて。で、ちょっと給料日だったんで銀行行かないといけなかったんで、まあ銀行だけ行くよりはね、まあイオン、大型イオンの方にちょっと行って、で、いろいろ見てきました。で、そこでまあATM あるんでね、お金下ろしたりなんなりしてたんですけど、そこでこれ購入しました。以前入ってた駄菓子屋さんがなくなっちゃったんですね。そこは結構ね、駄菓子の種類が豊富でして、で、そこで、買ったね、私が昔よく食べてた駄菓子なんかを購入して、で、動画を撮ろうなんていう話をね、動画内でしてたんですけども、そこが潰れてしまって、で、それから何ヶ月か経つんですけど、今日行ったらですね、新しく違う場所なんですけどね、駄菓子屋さん、まあ、駄菓子屋さんに限らずなんですけど、まあ、食料品と駄菓子売ってまして、で、駄菓子も結構種類があったんですね。で、お値段もね、以前行ったお店に比べると、他の店ね、他のショッピングモールで行ったお店に比べると、お値段が安かったんで、ちょっとね、購入してきました。懐かしの駄菓子たちを。で、これはね、駄菓子動画撮ろうと思うんで、今日の開封はないんですけども、まあそういうの買ってきました。で、どこ行ったかな？で、まあ何せね、天気良かったんでね、まあちょっと公園行ったりだとか、で、公園行ってね、あれやっちゃったのよ。ローラー滑り台滑っちゃったのね。で、もう以前からね、ローラースケート、ローラー滑り台滑ってくださいっていう話も多かったんで、もう今回ちょっと滑ったんです。ズボン汚れるのもある程度覚悟してね、恥ずかしいのも覚悟して滑ったんですけども、やはりね、ちょっとトイレで見たらね、ちょっと汚れてる感はして、があったんでね、ちょっとそこら辺気にしながらその後の旅になっちゃったのはあるんですけど、でもね、家帰って明るいところで見たらね、そんなに汚れてなかった。だからそんな気にすることないかなっていう感じでした。その後ね、最近ね、ちょっと生クリームを泡立てる、なんつうの？ミキサー？ホイップするやつでしょ。クイン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 って。あれがちょっと欲しくてね、で、ホームセンターとか電気屋なんかも探しに行ってるんですけど、まあ、ケーズ電気さんで見たら、まあ大体もちろん高いの高いなんですけど、2キュッパぐらいが相場かな。そこそこいいやつは。で、その中でも1キュッパっていうのがあったんですけども、私の中で安いやつだと、キュッパチ、1000円切るぐらいであるかなっていうのをちょっとね、予想してたものですから、まあ、1キュッパは安いんですけどね。で、そんなに頻繁に使うものでもないし、ちょっと悩んでおります。ただ、買っちゃうとね、ホイップを作りまくっちゃうんでね、それはそれで困るんで、まあ、実家にあるんで、実家にね、作るときだけ借りればいいかなとも思うんですけどね、荷物も邪魔になっちゃいますし、まあ、ちょっとそこら辺考え中です。で、その後ね、その電気屋さんの近くにね、パワーコメリっていう新しいね、ホームセンターができてたの。そこ行ってきた。普段ね、このサランラップ、私いつもね、138円で購入するんですね。130円、138円でも安い方なんですけども、それがね、税抜きで99円で5点まで大丈夫だったんですけど、とりあえず2つだけ買ってきました。レジのお姉さんが綺麗だったんだよね。あとね、18ロール入りのトイレットペーパーも一緒に買ってきました。で、そこでね、クリスマス関連のちょっと商品見てたんですけど、もうね、今日が20日、12月20日ってことで、もうクリスマスまで何日もないってことでね、ツリーだとか、イルミネーションライト、こんなのがね、半額になってたんでね、ちょっと欲しかったんですけど、買ってくればよかったな。大体ね、1キュッパぐらいのミニツリー、ちゃんと光るやつ、それが、半額で1000円。で、大きさも、まあ、30センチぐらいかな。ちょうど私が欲しいぐらいのサイズだったんでいいんですけど、あとね、今日20日だから4、5日つけて、またしまうって考えて。まあ、来年多分使えると思うんですけどね。考えた時にどうしようかな。
邪魔になっちゃうかななんて思ってたんですけど、やっぱり帰ってみるとね、買っとけばよかったなと思ってます。でその後ね、洗車してきました。初めてのね、洗車場でちょっと洗車してきたんですけども、やっぱ初めてっていうのはちょっと勝手がわからないんでね、なんかドキドキする部分があるし、新しい洗車機っていうのはね、通常のタイプで車でこう走ってってで洗ってもらって抜けるタイプ、自分が乗ったまま洗車できるってタイプなんでね、ちょっとアトラクション要素もあってちょっと楽しかったりするんでね、まあ、面白おかしくできました。その間にね、マハードーフちょっと2件ぐらい、今話した中で1件で、これから話す中で1件行ってね、ゲームもねちょっとね2本ばかり購入してきたんですけども、こちらに関してはねまだ2本なんで、ゲーム紹介をまた後日したいと思います。やっぱりね、最低3本必要かなっていうのがあって、でもそこそこいいの買いました。でまあ洗車してガソリン入れて、でスーパー行って購入してきたね。これね、私がね、ここ最近は出てないんですけど、私塩せんべい好き、要はこれね、サラダ味だとね、この純米がね、このタイプのおせんべいで一番好きで、結構高いのよ。税込み260円、70円から300円近くまでするんですけど、一時ね、霞っていうスーパーだったかな、すごい安い時あってね、で、欲しい時はそこに行って買ってたんですけど、そこもセールがなくなっちゃって、これがね、ほんと美味しいのよ。立正堂さんの、見つけたらね、サラダ味せんべい好きだったら買ってみて。まあ美味しいから。ソフトサラダとかも美味しいけど、うん、厚みもあるから食感もいいし、塩加減が絶妙。うん、美味しい。ほんと久しぶりだな。ほんと下手するとこれ2つ、これ1つでソフトサラダせんべいが2つ買えるからさ、うまいな。しまった、今日グラコロ買う予定だったんだ、それだけ忘れたわ。でその後ドラッグストア行って、スーパー行ってドラッグストアか、パンちょっとね、ホイップクリーム作るつもりだったんで、なんかスポンジケーキとかの料理はパンにつけて食べようかなと思って、で安かったんで購入したんですけど、結局ホイップ買ってないんで、ミキサーというのかな、まあ焼いて食べようかなと思ってます。そしてね、牛の合いびき、牛豚合いびきのひき肉がまたね半額だったんで、ちょっと買ってみました。これ何にでも使えるからね、言っても、うん、お得なんで買ってきます。今回はね、そこまであんまりいいのなかったから、そしてドラッグストアの方に行ってね、もう野菜ジュースが、いつもの野菜ジュースが切れちゃうんでさって待ってた、1日分の野菜、あれでもこれちょっと値段が少し上がってた気がすんな、税込み213円だったのが税込み235円くらいになってた気がするな。なんか安いという思い込みで買っちゃったけど、まあでもそれでもちょっと安いんですけど、ちょっと後でレシート見てみたいと思います。やっちゃったかな。あとはいつものネスカフェの無糖ですね、税込みで85円くらいだったから多分一番安いかな、こっちでは。でも最後か、これ CC レモンのホワイト
ホワイト。レモンヨーグルト風味ってことで、結構ね、こういうヨーグルトとかそういう系の好きなんで、購入してみました。お値段は63円とかそのぐらいだったと思います。はい、ってことでね、以上のね、購入、買い物商品になるんで、今日はそこまで多くはないかなという感じかな。でもね、今日はもう全体的にゲーム屋さんも行ったし、ショッピングモールでね、でまたワンちゃんが行ったのよ、可愛いのが。イオンでも見たし、そのパワーコメディっていうホームセンターでも見てさ、ほんと可愛かった。で、パワーコメディはレジのお姉さんが可愛くて、で、ドラッグストア行ったらさ、駐車場横切ったさ、OL のお姉さんがさ、すっげえ綺麗だった。ちょっと見ちゃったもん。あーって。目が合っちゃった。なんだこいつと思っただろうね。でもね、あんだけ綺麗だったら見ちゃうよ。あれはね、私が悪いんじゃない。お姉さんが綺麗すぎた。ちょっと、もうあれだったら声かけたいぐらいだったもんね。お綺麗ですねって。まあそんなこと言ったら捕まりはしねえか。お綺麗って。今ちょっとしたことでもね、セクハラ、パワハラ、モアハラ、モラハラなんかなったりしますんでね、怖いですね、世の中。ただ今回結構ね、いろんな意味で楽しい休日。もう車もね、年越し前の綺麗に洗車もできたんでね、とても私大満足でございます。はい、ご視聴ありがとうございました。それではまた、バイバイ。